結局あの怪しい人とはお互いに男自慢対決をしただけでしたね。おやすさん。これでまた振り出しっすね。こうなったらしらみつぶしっすね。おやすさん。あれ、一人でどこに行くっすか。待ってください、おやさん、おやさん、はい、様。やっと見つけたっす。どこへ行ってたんすか。探したっすよ。容赦ないのね。そういうのは嫌いじゃないの。世の乙女たちの幸せのために、いざ。あまり無茶をするんじゃ危ない。ほら、行ってるそばから。俺たちが情けないって、ナオトラ様を見てもそう言えるか。うちの女将ほど怖くないかも。ご神託がありました。あなたは嵐を呼ぶ雲であると。だからズババババババーッと振り払っちゃいますよ。え、鶴姫さん、どうしてこんなところに。チカ君、あなた大変な失敗をしでかしちゃいましたね。私プンスカ怒っちゃってますよ。乙女の敵には神罰敵ね。乙女の敵結果ちゃ僕がなぜです。いや刺さってます、刺さってます。でばシカ君はこの矢よりも鋭い言葉で身近な乙女の心をザクザク刺しにしたんですよ。いや、僕の身近に乙女なんか鶴姫さんって一体何本矢を持ってるんすか。もう何が何だか助けてくださいっす。おやさん、あなた目撃者を一人残らず始末するつもりでは。お願いします。集中します。おやさん大好物です。反省する暇もなければ理由もわからないんす。鶴姫さん、どうしてあんなに怒って。それにおやさんまで。みんなかけろ、やつの屍を踏み越えて。はい。Yeah.
の時代は必ず訪れる。ナオトラ様が切り開くのだ。我らの未来は我らが選ぶ。あまたの戦場を切り開く。それが大化の生き様だ。共に戦い、共に窮地を乗り越えてきた女に恥をかかせる。それがお前の生き様か。僕また叱られてますか。教えてください。なぜ僕は皆さんから袋叩きに。僕は女の子を泣かしたりしてませんよ。救いようがない。どうやら己の犯した過ちに気づいてすらいないと見える。いいだろう。その罪に気づくまで存分にこの銃弾をくれてやる。いや、ちょっと離せば分かるのは。いや、本当に僕は何のことかさっぱりわからないんです。そう、わからないという事実、それそのものがお前の罪。そういうことだ。この強さ、それだけでは何の価値もないぞ。おやっさんの探偵心得その20。ひるんだ相手に情けは無用。お前に費やした弾薬無駄ではないと信じよう。お願いです。説明を。誰か説明を。覚悟しておけ。乙女の誇りが受けた心の傷、この程度で済みはしないぞ。僕結構鼻だらけですけど、まだ進まないんすか。ここは一つ冷静かつ沈着に状況を推理してみよう。そうしよう。僕の冴えた推理と武士の勘が正しければ、ひょっとしてお姉さんたちも。我らイーグルなでしこ隊、乙女の敵山中鹿之助、天に代わって粛清する。ですよね。お姉さん方はみんなで僕を叱ってくるし、おやさんはたんまり。まさか僕何か事件に巻き込まれてる。ナオトラ様のおっしゃる通りだ。男の頭なんか刃こぼれして錆びついた何なかよりも鎌倉だ。とにかく聞き込みを続けたいけど、持つの僕の体。頼みます、ナオトラ様、敵を取ってやってくださいそうか。待ってくださいよ、おやっさん。
あれ？いやー出たー、よくわからないけどごめんなさい。な、人を化け物みたいに。それにお前、とにかく謝れば済むと思っているな。本当に心当たりがないんです。でも、ナオトラさんならズバッと教えてくれますよね。いいだろう、回りくどい説教は私も好かん。しかし、お前がここまで責められるのも当然だぞ。なぜならば、乙女が乙女として扱われない、その辛さをお前がちっとも分かっていないからだ。は？はい。乙女扱いされないナオトラさんの辛さが僕にはちょっと分かりませんです。はい。なんでそうなる、おかしいだろ。私のことじゃない。ナオトラさんの見事な荒武者ぶり、その男らしさは僕も憧れますが、反面苦労も多いんですね。だから私じゃない、違うと言ってるだろ。確かに僕はおしとやかな女性の方が好みですが、もしそれでナオトラさんを傷つけたなら、ごめんなさい。こいつ わざと言ってないか。私を恥ずかしめて楽しむ趣味嗜好の持ち主か。やったじゃあ、やばいか。いや、まだ俺たちには根性がある。やればできるぞ天野くん。さあ皆さん、大きな声でご一緒に。話が通じない。だが結集した乙女の力を侮るなよ。すごく怖かったけど、ナオトラさんにはちゃんと謝ったから、これで解決っと。あれ？いやいやいや違う、確か大元はおやつだ。この山もう一波乱あるぞ。鹿之助、違うの、ごめんなさい。はい、おやつさん、はい、何も言ってくれないんすね。あ、もしや自分の力で解決せよという無言の導きすかね。じゃああなたはある意味すっごく幸せよ。叱ってもらえるうちが花なんだから。だ、確かにこれだけのお姉様方に責められるなんて、その道の人によってはたまらない状況かもしれません。え、僕何か間違っちゃいました？面倒だからわらわは何も言わないわ。みんなに言われたことでも思い返してみることね。身近な乙女を傷つけて恥をかかせて、気づいてあげられず、おまけに乙女扱いもせず。あらあら、ひどい男ね。わらわだったらもうとっくに、まあ言わないでおくわ。言いなさい。あなたはわらわの何が欲しいの？超人突破キリンゴ。調子に乗っちゃいました。わかりましたって。頑張ります。
感じるわ。あなたはわらわのすべてが欲しいのね。お呼吸します。これではお前が苦労させられるのも無理はないな。え？まったく、鈍いにも程がある。これだから男は。なんすか皆さん、一体何を。ふん、盛り上がってるわね。さあ、主役の登場よ。本当にわからないっす。おやさんがどうして怒っているのか。まさかおやさんって、おっかさん。